今回の命題研究フロントラインは、線虫をとことん研究する理学系研究家の森郁恵教授の研究室にお邪魔します。線虫というのは究極のモデル動物と言われていまして、1ミリなんですけども神経系もある、つまり脳を持っていて記憶や学習ができます。それでいろんな匂いに対応する、温度も感じる、あの外界の刺激を感じてそれに対して嫌だったり好きだったりっていう反応もします。で、私たちは神経回路ですね、脳を作っている神経回路の一つ一つの細胞が分かっているという利点を利用し、それから分子生物学や遺伝学が線虫ではとても有利にできるということを利用して、いろんな研究を多角的および学際的に進めています。森教授自慢の研究室メンバー5人にもお話を伺いました。まずは生物学が専門の中野俊二さんです。遺伝学的に線虫を研究しています。線虫の良さというんですかね、遺伝学的にいろいろ何でもできてしまうというのがあって、ゲノム編集みたいなことを使って遺伝子を改変することも非常に素早くできますし、あるいは特定の細胞を、操作するということもできるので、そういった何ていうか遺伝的な操作を使って、じゃあその、行動を生み出すその神経系の仕組みがどうなっているのかっていうのを、研究しています。続いて数理物理学が専門の松山博則さんです。線虫を使って動物の脳の動作原理を数理的に理解したいそうです。どういうことでしょうか。例えば、動物にある一種類の決まった刺激を与えたとします。で、そうするとそれによって引き起こされる神経活動であったり行動のパターンにはばらつきがあるということが分かってきています。これはコンピューターにはない生物独特の計算メカニズムであると考えることができます。で、私たちはその揺らぎやばらつきの背景にある数理的な構造を取り出すために理論と実験を組み合わせて研究を進めています。研究室の奥は暗室になっていて、特別な顕微鏡がたくさん並んでいます。これらを使いこなす顕微鏡のスペシャリスト、塚田悠希さんです。線虫は顕微鏡と非常に相性がいいので、顕微鏡を使った実験をするときはいつもワクワクします。ここの今モニターに映っているのは、特定の神経細胞に緑色の蛍光タンパク質と赤色の蛍光タンパク質を発現させたものです。で、この大きな顕微鏡、強焦点顕微鏡で撮ると、3次元的に今回転してるんですけれども、神経細胞のこの複雑な形が詳細まできれいに分かります。で、この蛍光タンパク質は名古屋大学にもゆかりのある下村修先生がノーベル化学賞を受賞したときに、同時に共同受賞をした一人の研究者は線虫の研究者です。で、実際にそのノーベル賞を受賞した後のマーティン・チャルフィさんも実際に名古屋大学にも来て、で、ここら辺にも来て一緒におしゃべりをして、線虫の研究をしていると、そういう一流の研究者との距離感がすごく近いということが良さとしてあります。そしてこちら別の部屋では、ジャン・ムンソンさんが線虫の行動の実験中でした。線虫は餌とともに経験した温度を木になり、飢餓と経験する温度に対しては忌避するような行動を示します。実験操作を見せていただきました。この薄い寒天プレートに17度から23度にわたる温度勾配が形成可能なアルミプレートを利用します。で、線虫を真ん中の辺に置いて、待ち時間1時間で線虫がどんな温度を選択するのかを見てみます。線虫の回収の様子です。シャーレの線虫をバッファーという液を入れて試験管の中に洗い取ると線虫が沈んでいきます。沈んだ線虫だけを取ってプレートに置いて1時間待つそうです。で、線虫の温度調整は実験系だけでなくて周りの環境の要素がとても重要で、我々はそういった要素を毎回実験ノートの
ところに記録しながら、その結果とその環境の要素をきちんとマッチしながら解析を行っています。隣の部屋では線虫の行動を追跡する世界で唯一の装置で実験が行われていました。博士研究員のタミーさんです。 Here you can see we record a population of deer, worms moving on a thermal gradient and analyze the behavior of the population of 100 worms simultaneously. 部屋の奥には温水と冷水で温度勾配を作った装置で線虫の行動を観察するシステムがありました。 We can record worms movement along the tracking time, like a condition time. 専門性も個性も豊かなメンバーが集まる森研究室、皆さんが自由に議論できる雰囲気がとても印象的でした。まあ、森研究室でやりたいことっていうのは動物行動の、まあ、根源的な、まあ、ファンダメンタルなクエスチョンを解読したいというふうに思っております。まあ、今後もアクティブに挑戦は続きます。よろしくお願いいたします。